はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は12気づき上限の実力赤座、こちらの超究極サイトやっていこうかなと思うんですけども、てのも僕はこの緑の赤座未だ超究極限定なしで勝てておりません。うん、まあ、この赤座が来たんが約2年前なんですけども、その当時限定なしで勝てた人はいないんじゃないかと言っていいぐらいクソダンジョンやったんですよね。まあ、僕も初めて初日攻略ができなかった超究極なんですよ。煉獄さん入れて2日目でやっと、勝てたんですよね。まあ動画2つ上げまして、2つ合わせた総再生回数が30万回ぐらいかな。お世話になりました。ただやはりね、この赤座限定なしという実績欲しいんですよね。もう今プレステみたいに実績機能あるんやったら、そこがまだね解放されてないんですよ。今日ぜひとも買ってそこ解放していこうかなと思うんですが、パーティーこんな感じで、まあ令和ともなればこんなガチガチのカーパーティー組めるんで、なんとかいけるんじゃないかなって思うんですけどもね、やっていくんですけども、よしやすというわけで、ちなみに今は、限定ありやったら結構楽に勝てるんですよね。まあインフレの波というのはものすごく恐ろしいことがわかるんですけども、このダンジョンはとにかく邪魔プチとプチ吸収攻撃がかなり厄介な、ダンジョンとなっているんで、それをどううまいこといなしていくかが、決まってくる今後という状況なんですけども、回復役はみかんさん、イベキャラでクソ優秀なみかんさん積んで、なんとかやっていきたいなという感じなんですが、ここは、今赤と邪魔を生成した場所のプチを吸収するんですよね。でそこが、赤プチ以外やったら吸収されます。なので、今生成された場所を赤で埋め尽くさないといけません。こんな感じで、はい、とこれで合計6つかな、場所を赤に変換できたんで、こんな感じで、吸収なしにできて、こっからはもうただただ殴るのみとなっている。いやー、やっぱねこのダンジョンはね飛び抜けてやばかったからね。当時ほんまに煉獄さんなしで勝てた人もいないんじゃないかって、その煉獄さんが最適性ダンジョンやったんですけども、その煉獄さん抜いて勝てた人いるんかなっていう、それぐらいエグいダンジョンやったんですよね。まあ今となっちゃ限定なしでも勝てるんじゃないかというか、限定なしで勝ってる人はいるんですよ、ここもうすでに。なので僕もその人たちの仲間入りを果たしたいんですよね。頑張っていくんですけども、ここに関しては、せやな、これは一旦カイル使うか。カイルは一発使ってもいいと思われる。そしてもってここぶち割っていきまして、おんで、お上がりもったいないんで、ここは一旦スルーしましょう。ここ確かダメージ飛んでこなかったはず。はい、限定なしで勝ちたいとか言いつつも、あの予習も復習も何もしておりません。申し訳ないんですけども、あやんな、オッケーオッケー、僕の記憶力が正しかったですわ。で、ここで、お上がっていきまして、ハート割って、そうやな。これは、こう割って、こう割って割りましょうかね。つながる予定していたんですけども。まあ、しゃあないというわけで、次、プチ吸収攻撃が飛んでくるんですよ。そこ食らう前に突破したい、っていう気持ちがあります。あーらー、これはすんげー厳しい。これはすんげー厳しいねー。篠森さん発動するしかねえな。ここで友情技は使いたくなかったな。いやー、そうですか。まあ、しゃあねえな。はい、と。でもって、いい加減突破したい。ほんまは今のターン中に突破する予定やったんですけども。はい、と。これはなじみさんで火力ゴリ押しでいこうかなと思います。もうこれで
破は叶ったんじゃないかなと思うんです。あーまあ状態以上でいったパターンかな。オッケー、ダメージ全然減ってへんやん。さすが令和です。令和ともなりゃこんだけ楽に逃げ締め来れるんか、さすがですね。んでここチカさんぶち込んどいて、せやな、ここはまあこんな感じで、割って割って、はいと、弱体化短縮打っていきまして、これでダメージを抑えることできている。ここダメ減貫通攻撃なので、オッケー、素晴らしい。そしてもってここはさっきの吸収攻撃、違う場所を2回に分けてやってきたじゃないですか。このターンはその場所2つ同時にやってきます。なのでそうですね、まあとにかく頑張ると、そういう感じになっているんですけども、これでブー発動して頼むぞ。あーこれは 1,2,4 個ぐらい吸収されそう。あ、2つだけ、いいね、素晴らしい。ここはここぶち割って OK、 お上がっていきましょうか。お上がりここでよかったか、まあいいでしょう、よしとしとこう。ほんで着地がゴミ終わってゴミなんで、まあこれはしゃあないんですが、ボツンと。ほんでもってここはおそばマスク発動するときやな。そしてもってみかんさんドスルーして、ここでぶち割って2つ割りで火力でゴリ押していくパターンにしようかなと思っておる。いいダメージ入る、素晴らしい、いいね。24万、あと50万ぐらいやな。3ターン弱体化で、次はプチ破壊、これは赤プチ破壊やったと思われます。なのでまあ割ってつながってねえのね。まあここは一旦クソ回復しとくか、しときましょう、ほいと。ほんでもってまあこれはどうせ破壊されるんで、どこ運でも一緒と。はい、3ターン後バチクソ飛んでくるんで、そこ食らう前に突破したい。おい、めっちゃ入った今、なんで、なじみさんのなんかがめっちゃ入った。ここは邪魔プチ変換していきまして、ここも多分行動パターンはあれと一緒、2ターン目ぐらいにやってきたあのダブル吸収とおそらく一緒やったような気がする。わからん、わかりません。まあここやな。2個吸収かな、3個、せいせい。次弱体化、弱体化バチクソ。このターン中にお上がっていきまして、ちょっと待って、まさかの一発クリアできる、普通一発できらフルツープス、嘘やろ、ここ一発クリアできたらガチモンでモンなんですけども、モンですよ。これはどうしようかな、必殺ダメアップ上げるか、ここ割るか、安定でここ割った方がええかな。うん、せやな、ここ割りましょう。これでワンチャン、武士沢さん2枚割りしてるんで、11万7千強い。これ突破かなうか、さすがに無理か。お、勝ったくない、これ勝った、あらした。